仙台育英高校優勝おめでとうございます。よいよいよ白川の関よ、新時代突入ですね。新時代だな。これ東北新しい流れ来るぜ。いやもう一回優勝しちゃえばトントンっていく可能性全然あるからね。なんか一説によると白川の関を低くしたっていう。もうあとしかないんで、別にあのもう関所はないんですよ。ないのか。はい、例えで言ってるだけで。いやー素晴らしかったね。いやー素晴らしかったっすね。投手力を軸に、決勝も難しい試合ではあったんだけどね。やっぱりまあ総合力っていうのはね、いやどちらかってもおかしくなかったですよ。おかしくなかった。本当に。須江監督あっぱれだね。バッティングも抜け目ない打線。いや素晴らしかったですよ。素晴らしいね。下関国際もね、非常にいいチームで。いやそうよ。坂原マジック。いやー大阪桐蔭近江倒してきてるわけだからね。ちょっと今日このぐらいなんかノートっていうか資料持ってなかった？こうやって。いやー倒したデータね。こうやって持ってたんだけど。それもめくるだけで時間かかって最大性だけか。まあ素晴らしい決勝戦でございました。はい、とねまあ元気よく喋っておりますが、今回我々外しまくっております。いやお恥ずかしい。お恥ずかしいね。もう終わったことですから。まあ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 前向いていこうよとね。はい、世界最速シリーズいきます。まさか。おい、世界最速春の選抜優勝校予想一発。もう新チームは始動してんだよ。まあそりゃそうだね。あもう2回連続ではこけれんぞ。こけれんよこれは。本当に頼むぞもんちゃん。お前もよ。ちょっとこれ奪還という、ね、チャンネルテーマを掲げて巨人みたいなことやんな。お互いちょっと1個ずつ出していきましょうか。あそうしますか。じゃあ先いいですか。あもちろんです。はい、申し子からちょっと気をてらう。お1個目仙台育英。いや聞いてなってふざけんなよ。え今回その手で外してんだよ。そうか。いやでもいやいいチームだよ。いやこれはこれ入れなかったら嘘。嘘だろ。入れなかったら嘘、うん、これ我々の心情としては嘘は言わない。あそうだね、嘘はつきたくない。なんか逆張るとか。そうだね、それはやらない。それはやれないから。これ育英ははっきり言って今年でいう大阪桐蔭レベルのマークされる。あそうだね絶対に。うん、うん、でもこの夏も素晴らしかったですけど、はいはい、実はねこれ2年生中心だったと。うん、うん、予選でいうと20人中9人が下級生。多いよ。残ってんだよね。投打にも残ってますよ軸がね。うん、投手でいうと、まあ、これ高橋君がエースになっていくかな。現状ね。今回見てみると。うん。うん、でさらにユタ君、ニタ君っていうのが続くと。おお。ユタニタ。3枚いますからね。おお。でバッターも1番センター橋本君。うん。2番ショート山田君。4番ライト斉藤君。5番キャッチャー尾形君。いや中軸じゃん。これ全員持ってんだよ。セカンド以外センターライン残ってます。もう打撃も上位打線残ってます。これはもう優勝候補どうかなという。そうだね、そこだけでいいんじゃない。もうここだけで終わるか。いやそれ強いよ。いやそうはいかないのよ。もう今年の大阪桐蔭見たでしょ。まあそう、そりゃそう。あげとこう他にも。いやでも仙台育英強いね。仙台育英は来年もこれは確実に注目ですね。そうだね、はい、うん、僕はねいや甲子園出てるチームも素晴らしいとかあったけども、うん、そうあえてっていうかね、ピッチャーで注目2年生がいるチームを選びました、うん、はいはいはい、うん、仙台松戸高校。おー仙台松戸。これとにかく1番のピッチャーの平野君がもうほんといいんですよ。もうプロ中だよね。そういうマックス150キロ投げるんですけど、うん、今年 DeNA の吉見スカウトが、うん、今年でもドラフト1位レベルだって言ってるわけですよ。でこの子ね高校から当初本格デビューしてるわけですよ。で2年でここまで来てるんで、あと1年伸びしろ半端ないかなと。冬も腹筋とか背筋とかしてな。さらにパープするな。これは何時時代なんだよ。まあやるでしょうけど、うん、そしてねキャッチャー吉田君っていう2年生がいるんですけど、うん、これファーストでレギュラーだったんですけど、もともとキャッチャーの子で、うん、でこの子も残ってます。でショートの中山君も残ってます。センターの清水君も残ってます、うんうん、大黒柱とセンターラインがこう残ってるんで、うんうんうん、なのでこれ甲子園さえ出れればあるぞ。これはもうじゃあまず県大会から注目だな。そうだね、千葉のでボンデンの2校目なんですけど、うん、広陵高校。うーん、これをねこれ夏予選、うん、3回戦でねまさかの敗退。これ今年の夏出てたらね、そうだね、優勝候補だったんじゃないかなと思うんですけど、うん、ただこれが大きな原動力になると信じてます。ああそうだね、これもバネにしようぜと、うん、ね、夏の予選レギュラー5人、うん、プラスベンチ入りメンバー3人、うん、残ります。
ここも多いんだね。多いんだよ、うん、しかも2年生はね、うん、明治神宮大会と選抜の経験してるからね。そうかそうか、確かに明治神宮大会準優勝だよ。そうだね、経験値をしっかり積んだ今年1年間、うん、でピッチャーもいますよ、うん、でこれが広陵の中井監督は記憶にないって言ってたけども、1年生ですね。ああ1年生、そうか、ああそうだ、高尾くん、うん、これいいよ高尾くん。なるほどね、うん、でマックス144キロ、うん、1年生の夏の時点で出てんだから。ああ素晴らしい、うん、でスライダーカーブスプリット、うん、もうこれも高尾くんは来年再来年かな、うん、これドラフト候補上がってくるんじゃないかな。なるほどね、うん、で夏はねベンチ入りしなかったんだけど、うん、門で何回か行ってる岡山くん、岡山くんいたいたいた、ベンチ外れたのよ夏。あそうなんだけども、先発とかの素晴らしい、明治神宮でも素晴らしいピッチングしてたんで、ね、この岡山くんこれ3年生なんですけど、ね、うん、新3年生これも144キロ投げますよ、うん、あとは倉重くんっていう左ピッチャーも夏予選ベンチ入りしたんで、うん、この3枚揃ってるね、いるのよ、うん、バッターだよね、うん、来年のドラ1、はいはいはい、トリオの一角、うん、はい、真鍋くん、真鍋くんね、うん、これはファーストね、うん、まあ、おそらく4番に入るんだと思いますからね、まあ、そうね、来年も。でそれに加えてセカンドの松下くん、うん、ショートの小林くん、うん、センターの田上くん、うん、これねセンターライン、うん、プラス1,2,4,5番が残ってるから、ああそうか、これ仙台育英と似てるっちゃ似てる。あ似てるね状況が。で特に僕田上くんなんかはね来年バシバシ高打率で来ると思ってるから。なるほど、これ非常に広陵高校今年も強かったんだけども、うん、来年も非常にバランスの取れたいいチーム、注目ね、仕上がってくると思ってます。なるほどね、はい、私2校目、はい、横浜高校予選ね20分の12で下級生だったんだ。だそれに12人残ってるわけで、投手はまあ当然杉山くんですよ、1年生から投げてるね。であと鈴木くんっていう10番の子も残ってますよ、うん、そして打者でいうとまあ当然尾形くんね1番で、そして6番の俳優くん、6番センター、うん、そして7番ファーストの山崎くんも残ってますよ、うん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 、なのでまあこの打線の、まあ、ショートセンター残ってるんでね、まあ、これ多分来年見据えてチーム作りしてた可能性はある、うん、なのでまあこの横浜もまあ、優勝候補には残るかなと思いますよっていう感じですかね。と以上ですか。いやあといいの言って時間大丈夫。はい、ここから30分なんですけど、あとは近江高校ですね。あ近江高校、近江高校やっぱり山田君抜けた穴痛いんじゃないかって言われると思いますけど、はい、いやいやいますよ川越君っていうね、川越君 ねちょっとタッパーないですけど、ま、左の130球投げる、はあ、あとはやっぱり横田君、篠尾君、清谷君、ここ残ってますから、みんな不思議とタッパーないんですけど、うん、もう今年の見たでしょうまさ野球の、うん、であと清谷くん、うん、ラッキーボーイオブハイスクールでしょ。最強ヒーローって誰だと思ってる。ジャンプの最強ヒーロー。いやそれはもう悟空とかルフィでしょ。バカやろラッキーマンだろってことですよ。おめでとういやもうもはやなんかラッキーとかじゃなくて勝利マンとか天才マンだろ。まあでも本当に近江高校は来年も、うん、あの楽しみなチームであるんで、うん、ちょっと引き続き僕は追っていきたいなと追っていて、ね、思ってます、まあ、またいい選手が入ってくる可能性もあるからね今年の見てねチーム、うん、近江の楓田さんは引き続き注目していくと。はい安心してください皆さん離れたりしますという形で、世界最速の選抜優勝予想をやってみました。はい皆様ももう早くも注目している学校あるかと思いますのでぜひぜひコメントいただけると幸いです。はいまた明日お会いしましょう。ありがとうございました。明日ホーム一番に出さんかお前は使命をもう背負っていけあーえいかんはフェドローに輝く語呂悪チャンネル登録お願いします。